では、具体的なお化け屋敷の演出を決めよう。何か意見はあるか？お化け屋敷なんだから、階段系でしょ、やっぱり。洋風はダメか。洋風って、どんなのを出すんだ？ゾンビとか、ドラキュラとか。あんまり怖くなさそうだぜ、それ。演出次第だとは思うが、俺は和風の方がいいと思うな。俺もですね。俺も和風に賛成ばい。別に、行ってみただけだし、どっちでもいいけどね。うん。では、和風のお化け屋敷だな。では、実際にどういったお化けや仕掛けを作るか、アイディアはあるか？なんかありきたりなものしか思い浮かばないっすね。例えば？井戸の中から出てくる幽霊とか、どんでん返しで出てくるお化けとか。定番といえば定番だな。幽霊って言うと、やっぱり、お岩さんに、お菊さん？皿数えるやつな。一枚足りないーっての。バッテン、裏飯屋とか言って出てこられても、そぎゃん怖くはなかよ。あまりメジャーすぎると、かえって怖くないかもしれんな。びっくりさせて脅かすのも、定番っちゃ定番だい。なかなかいいアイデアなってないっすね。そうだな。一度各地でそれぞれ調べるなりなんなりして、もう一度会議を開いた方が良さそうだ。それじゃあ、今日はもう解散ですか？ん？なんだ？お払い？そういえば。お岩さんのたたりとか。やべえ。そういうのをよく聞くな。お岩さんを演じる役者は、必ずお払いしておくというのは本当かい？そうだな。念のため、近くの神社に頼んで、お払いをしておくか。あ、頼む。それに、楽器ができないのは桃城だけじゃないだろう。まったく、嫌になるよな。だいたい俺だって、ボーカルやりたいんだよね。いや、お前は無理だろ。俺はピアノやってたから、キーボードできるよ。となると、残りはドラムとボーカル、ギターってとこか。イブ、お前ドラムやれ。なんか一番似合いそうだ。強引なやつだな。そういうとこ、ムカつくんだよな。ああ？なんだと？いっそのことくじ引きで決めたらどう？その方が公平になるし。くじ引きか。俺そういうの当たったことないんだよね。くじ引きだって公平とは限んないんだよ。世の中運のいいやつと悪いやつとは決まってるんだよな。まったく不公平だ。じゃあどうしろってんだよ。じゃあ、彼女に決めてもらえば？そいつはなかなかいいアイデアかもしれねえな。そうだな。いつまでも言い合っていても、拉致が開かないし。けど、エコひいきするんだろうな。やっぱ公平じゃないよな。いいじゃないか、ひいきがあっても。君がひいきされる可能性だってあるんだよ。本当かな。それじゃあ俺たちの中で、誰が一番ボーカルにふさわしいか決めてくれ。ん？嘘だろ？まさか、よりによってシンジかよ。本気で言ってるの？後で冗談だったなんて言ったらひどいよ。まあ、決まっちまったもんはしょうがねえ。なら俺はドラムをやらせてもらうぜ。俺のリズムを聞かせてやる。じゃあ俺はギターだな。
ゲーセンのギターフリークスでやった程度だけど。これで決まりだな。じゃあ早速委員会の方に報告して楽器を手配してもらおうぜ。ありがとう。手間をかけさせたね。まさか俺を選ぶとは思わなかった。こういう時は礼を言った方がいいんだよな。でもきっと何か裏があるんだろうな。ほらごちゃごちゃ言ってねえで行くぜ。急がねえと事務室が閉まっちまうぞ。俺に何かよ。ああ。いいけど、宿題って自分でするんじゃないの？まあ、別にいいけど。ああ、そうそう。携帯の番号を教えてくれよ。いろいろ連絡しなきゃならないだろう。めんどくさいけど。なんだよそれ。親のせい。単に教えたくないだけじゃないの。人のせいにするなんてずるいよな。謝らなくていい。登録完了。何かあったら連絡するから。